たしました。記事でお送りしておりますこのコーナー、投稿を割り出し、番組をご覧の皆さんから最近ハマっているご飯の写真また動画を投稿していただこうというコーナーなんです。今回も皆さんがたくさんの投稿いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう今回はねちょっとねお忙しいと温まりそうなの、はい、はい、たくさんありましたよ、はい、ではいくつか紹介していきましょう。最初はこちら、たまりですわ。はい、おいしそう。女子はここが好きですよね。吹田市にお住まいの岩ママさんからいただきました、うん、ありがとうございます。なんとこれお餅のスイーツ、リンゴ、シナモン、餅ということなんです。ね、余り物のお餅で簡単おいしいスイーツにしました。朝のおやつにいただき、朝におやつ食べるんですね。朝ごはんじゃないです、はい、朝菓子ってやつですね。朝のおやつにいただきます。お餅を洋風スイーツにしちゃった。多分この手前のがお餅でしょうね、かなっていう、はいはい、シナモンシュガーとか売られてますけど、お餅にかけたのかな。ねえ、これも柔らかく、どうしてあるんでしょうね。これどうしてるんでしょうね。作り方知りたいですね。ちょっと茹でてみたのか焼いてみたのか、で、きな粉の代わりにシナモンシュガー、ね、で上にねちょっとカフェで儲かりそうな生クリームなのかヨーグルトなのか、アイスクリームでもいけそうかもしれないですね。そうですね、これやってみよう。美味しそうですね。ですよね、うん、体シナモンで温まりそうですしね、うん、お餅はどうしたらいいんですかね。やる気はまた教えてください。、はい、お餅はどうしたらいいですか、はい、お待ちしております、はい、続いてはこちらです。はい、お、いつも投稿ありがとうございます。尼崎市のあきさんからです。あきさんの今月のハマり飯は、はい、キーマカレーソースといただきました。おいしそう。はい、キーマカレーにハマっています。ご飯にもパンにも合うカレー最高です。これきっと朝ごはんなのかしら、ね、おしゃれな朝ごはん召し上がってますね。毎回おしゃれなものにハマってらっしゃるんですけど、あ、でもなんかランチでもいけそうな感じなんですけど、キーマカレーってねお家で作ったら余るじゃないですか、うん、これいいですね、ちょっと冷凍しておいてね、うんうん、そういった時にロケるとかにはね、うん、その奥の野菜も憎いんですけれどもね、もうこんなことしないわって思っちゃうんですよ。素晴らしい、今月もありがとうございました。真似してみたいと思います。さらに3人目はこちらです。はい、奈良県生駒郡、うわーと出ました。池ちゃんさん投稿ありがとうございます。池ちゃんさんの投稿はですね、サンマの棒寿司です。和歌山の稲見サービスエリアでサンマの棒寿司を食べました。両親と白浜温泉で泊まり和歌山一周しましたよと。綺麗ですよね。やっぱりサンマも新鮮じゃないと ねくれないですもんね。食べたい。もう見とれてしまいます、これ。画面をやめてください。本当に美味しそうですよね。一本いけちゃう感じがするんですけれども、サンマもなかなか取れないということで ね、はい。サバはよくありますけどね、うん、京都なんかでもよく。美味しそう。サンマがまた美味しそうですね。和歌山、行ってみたいと思います。はい、そして最後はこ